ドハティ兄弟、レジナルド・ドハティは、イングランド・ウィンブルドン出身の男子テニス選手。フルネームは、レジナルド・フランク・ドハーティという。3歳年下の弟、ローレンス・ドハティと共に、ドハティ兄弟として活躍した。レジナルドは、レジーという愛称で呼ばれ、大柄な兄であったことから、ビッグ・ドゥーとも呼ばれた。レジナルドは1896年、24歳の時から、 ウィンブルドン選手権に出場し始めた。1896年度のダブルスで準優勝した時はパートナーは弟のローレンスではなくハロルド・ニスベットであった。レジナルドとニスベットの組は男子ダブルス決勝でウィリフレット・バデリーとハーバート・バデリーのバデリー兄弟組に敗れた。翌1897年から1900年までレジナルド・ド・ハティは ウィンブルドン選手権の男子シングルスに4連覇を達成する。ダブルスでもレジナルドとローレンスは兄弟ペアを組みバデリー兄弟に代わってドハティ兄弟の時代が始まった。その後弟のローレンスが1902年から1906年までウィンブルドン選手権の男子シングルス5連覇を達成した。こうしてドハティ兄弟は兄弟2人で ウィンブルドンのシングルス9勝を受立した。ドハティ兄弟のダブルスは、1897年から1906年まで、10年、連続ウィンブルドン選手権の男子ダブルス決勝に、進み、1902年と1906年の2度敗れた、のみで、通算、8勝を記録した。1902年から1906年まで、ドハティ兄弟は、シドニー・スミス&、 フランク・ライスリー組と5年連続で男子ダブルスの決勝対決をしている。1906年の男子ダブルス決勝でスミスライスリー組に敗れた試合を最後にドハティ兄弟はウィンブルドン選手権を引退した。ドハティ兄弟はウィンブルドン選手権のみならず海外遠征にも積極的であった。1900年パリ五輪では兄弟で男子ダブルスの金メダルを獲得し、 レジナルドはシャーロット・クーパーと組んだ混合ダブルスの金メダルも獲得した。全米選手権にも遠征し、ダブルスでは1902年と1903年に,に連覇を達成したが、レジナルドはシングルスで1902年の準優勝を一度に終わった。レジナルドは1908年ロンドン五輪にも出場し、地元勢としてダブルスの金メダルを獲得した。 二度目のダブルス金メダルの時はパートナーはローレンスではなくジョージ・ヒルヤードと組んでいる。ドハティ兄弟は二人とも創生し、兄のレジナルドはロンドン五輪のダブルス金メダルから2年後の1910年12月29日に38歳で死去した。1980年、兄弟は二人揃って国際テニス伝堂入りを果たしている。ありがとうございます。